パナマの歴史では、パナマ共和国の歴史について述べる。国連文化の亀をかたどった、改正ペンダント。紀元500年1300年頃。ダンバートン・オークス像オクラホマ州、ギルクリース博物館にある国連文化の黄金製装飾品。紀元500から1000年頃地力文化の黄金製ザリガニのペンダント。 紀元1100から1600年頃ヨーロッパ人の来航以前の現在のパナマの地には、主にチブチャ族をはじめとする人々が居住していた。パナマ中部、アスエロ半島北方のパリタ湾岸では、紀元前2900年から同1300年に、国戦分が施された、モナグリーを河原ラを伴う貝塚と内陸の岩陰、洞窟遺跡が営まれた。 紀元前千年頃までに、モナグリーヨカワラを伴う集落は放棄され、紀元前900年頃からモナグリーヨの系譜を引く、国線分の土器に加えてに彩り土器や多彩式土器を伴うようになる。これらの土器は、紀元前6世紀に最も盛んに用いられるようになる。この時期には、掘ったて柱建物の住居が集まった集落が、営まれ、中心的なものとして、村、 サリグアが挙げられる。村サリグアは、紀元前390年頃から8.5ヘクタールであった集落が58ヘクタールにまで急速に発展し、人口は600人から700人近くにまで達したと推定される。紀元前3世紀中央から後半の時期には村、サリグアより小規模であるが、シティオシエラの集落が形成された。 シティオシエラの住居跡の床面から検出された、炭化物の放射性炭素年代は65 BC、65BC プラスマイナス80から AD235 プラスマイナス90を示している。異物には、炭化した、多量のトウモロコシに伴い円筒形のスリーシのマノと、脚部が削り出されたスリーザ皿の目立て、とし、魔性石符を調整する際に発生した白片や、 長方形のナイフ型石器などが出土している。住居の床面を剥がすと彩色土器や石器製作のための加工用の道具のほか、貝や高鉄鋼製の首飾りを伴う集団埋葬墓が検出された。放射性炭素年代から、紀元前3世紀から延々と追悼が行われ、被葬者は25体の人骨が確認されている。この時期まで、 最祀センターとみなすことのできる遺跡は出現していない。アスエロ半島南部での最初の居住を示す、ブカロキの遺跡は、トノシかわし森有域及び川口、グワンコ川の川口から南西3キロメートルの海岸の3カ所で確認されている。居住が開始された年代は不明だが加減は AD200 年までとされる。農耕は行っていないが国船分が施された時や、 石器が出土している。これらの放射性炭素年代は AD20 プラスマイナス100年となっている。ブカロキに続くのはエルインディオキで、放射性炭素年代は AD390 プラスマイナス100及び AD450 プラスマイナス100という年代が得られており、大体いい AD20 年から同500年くらいに位置づけられる。エルインディオキの集落は、 13箇所発見されており、うち3箇所は、ブカロキから続いている集落である。エルインディオキの土器は、白軸色彩りの二色リ土器や黒と赤に図色された、サイモンドキで、斜めの格子文、十字文、ヘリンボーン、条文、様式化された、人物文など多様な文様が施されている。石器には、穀物や好みをすりつぶすすりしとすり皿、すなわち、 魔のとメ立てが現れ、濃厚が始まっていた可能性が強い。金属器も作られており、墓には土器や金属器などが服装されたものも現れた。エルインディオ器の土器は、トノシカワラ家とも呼ばれ、国連地方や西のベラグアス地方からも出土する。AD500 頃には、パナマ中央部のパリタ湾岸では、海藻社会が形成されていたと考えられ、 サミュエル・ラス・スラップが1930から33年に調査した国礼文化の代表的な遺跡であるシティオ・コンテが恒例として挙げられる。シティオ・コンテでは副葬品として多量の金製品をはじめ、石製装飾品、コンテ多彩色土器などを伴う墓が確認されている。最古の墓である埋葬1号と32号は、 AD400 年から同500年のものであり、AD900 年までの埋葬が確認されている。金製品については、研究者の立場は、コロンビアの死ぬ文化の影響によるものという、電波論の立場と、コンテ多彩式土器やパナマチューブの多彩式土器の文様である、羽を広げた和紙に類似した文様が見られることから、在地発展論の立場と二通りの見解に分かれている。 また、コスタリカ東部のディキス地方に隣接するパナマ西部の地力文化では、素晴らしいサイモン土器や土偶を伴う文化が繁栄し、地力の東方、パリタ湾岸の西方に位置するベラグアス地方では、ディキス地方の影響を受けた、金製品やサイモン土器が、独特の縦高墓から出土する。国レスタイルに続くエレーラスタイルは、 雷文や渦巻文などの幾何学文様が施された壺で知られている。南の海を探索するバスコ・ヌニエス・デ・バルボア1501年、ヨーロッパ人として初めてスペインの探検家、ロドリゴ・デ・バスティーバスがパナマを訪れ、カリブ海側ダリエン湾のポルトベロに上陸した。翌年には、クリストバル・コロンがモスキトス・ワ沿エンガンを探検している。1508年、 カスティリアオ・フェルナンド・ゴセイがパナマをスペインの探検家ディエゴ・デ・ニクエサに与えた。その後、1513年にバスコ・ヌーニエス・でバルボアが太平洋側に到達した。翌1514年には総督としてペドラリアス・ダビラが派遣され、1519年にはパナマ市が建設された。パナマにも他のアメリカ大陸の植民地と同様にアフリカから 黒人奴隷が連行され、インディオは、薬病と奴隷労働によって大打撃を受けたが、イスパのアメリカ植民地の交通の要衝、スペイン人の居住都市として1671年1月28日に、イギリスの海賊ヘンリー・モーガンによる焼き打ちに遭うまで繁栄を極めた。1530年代、フランシスコ・ピサロはパナマを拠点に、インカを征服した。また、 ペルー及び近隣植民地からスペイン本国への輸送ルートはほとんどがパナマを経由した。例えば、ポトシ銀山の銀はカイロで太平洋側のパナマ市まで輸送された後、陸路でカリブ海側のポルトベロまで運ばれ、そこから再びカイロでスペインに送られるなど、16世紀初めにスペインはパナマ周辺地域の支配権を確立した。後にパナマは ペルー副王領の一部となり、1718年には、ヌエバグラナダ副王領に編入された。16世紀から17世紀には、フランシス・ドレークや、ヘンリー・モーガンをはじめとする英国の海賊が、しばしば輸送拠点を襲撃したり、搬送物を略奪する等の行為を繰り返したりした。解放者、シモン・ボリーバル、フェルディナンド・レセップス1808年に、 フランス帝国のナポレオン・ボナパルトが兄のジョゼフをスペインをホセ一世に据えるとそれに反発する住民暴動からスペイン独立戦争が勃発インディアス植民地はホセ一世への忠誠を拒否し独立のための戦いが始まったベネズエラのカラカス出身の解放者シモンボリーバルは不屈の闘争の末に1819年8月に ボヤカの戦いに勝利して、ヌエバグラナダを解放すると、1821年には、カラボボの戦いに勝利し、ベネスエラの解放を、不動のものにした。同年11月28日、パナマは、ボリーバルの主催する、オーコロンビアの一部として、スペインから独立した。1826年には、ボリーバルの呼びかけで、 米州の相互防衛と将来的な統一を訴えるパナマ議会がパナマ市で開催されたが、この会議は失敗に終わった。コロンビアによる支配への不満から反乱が発生するようになった。1830年にボリーバールが失脚して、ベネスエラのホセアノーニオパエスが、ベネスエラ共和国のグランコロンビアから独立を宣言すると、それまで、 南部地区と呼ばれていたキトと、グアヤキルと、クエンカもエクアドル共和国として、独立を宣言し、最後に残ったヌエバグラナダも、ラファエル・ウルダネータ将軍が1831年に、失脚したために、ヌエバグラナダ共和国のグランコロンビアからの独立を宣言し、パナマもヌエバグラナダの一部として独立した。こうして、ボリーバルの目指したラテンアメリカ統合の夢とともに、 グランコロンビアは崩壊し、解放者は敗北して死んだ。1846年、アメリカ合衆国は、パナマにおけるヌエバグラナダ共和国の主権を承認することで、パナマ地境の通行権を獲得した。アメリカ合衆国が、米北戦争で、メキシコから北半分の領土を奪い、1848年にカリフォルニアで、 ゴールドラッシュが始まった1840年代以降、アメリカ合衆国東部の人々は、オレゴン、カリフォルニア等のアメリカ合衆国西岸への移住に、パナマ地峡を利用し、交通の要衝としてのパナマの重要性は高まった。1848年、アメリカ合衆国の会社が、パナマコロン地峡横断鉄道の敷設権を獲得した。1850年に着工した。 パナマコロン鉄道敷設工事は1855年に完了した。1855年、パナマはヌエバグラナダから自治権を獲得した。1863年、グラナダ連合でリオネグロ憲法が制定され、8州が独自の外交権を持つ文献的な連邦国家コロンビア合衆国が成立すると、パナマも連邦の一州として、 実質的な独立を達成したが、1866年に、再びコロンビアによる直接支配が復活した。パナマでは、コロンビアに対する反乱が頻発するが、いずれも失敗に終わった。スウェズ運河建設に携わった、フランス人技師レセップスは、コロンビアから運河建設権を買い取り、1881年から1889年まで、 パナマ運河建設を進めたが、技術的な問題と伝染病の蔓延、さらに資金調達に失敗したこと等により建設は中止された。この過程で運河建設のためにカリフォルニアから中国人労働者やジャマイカから英語を話す、黒人労働者、フランス領セネガルからアフリカ人労働者、ヨーロッパからイタリア人労働者などが導入された。 1885年の自由党の反乱を鎮圧した保守党のラファエル・ヌニエスによって1886年にリオネグロ憲法の法規と新憲法が制定され中央集権色の強いコロンビア共和国が成立したこうして一時的に不安定なコロンビアにも保守党による支配権が確立したが1894年にヌニエスが死去すると 1899年に自由党のカウディー領だったラファエル・ウリベ・ウリベ将軍が放棄し、戦日戦争が勃発した。この内戦は1902年まで続き、およそ10万人の死者を出した。一方アメリカ合衆国では、1890年に海軍大学の教官であったマハンが海上派遣論においてカリブ海と地中海を比較し、 アメリカ合衆国の国防的観点から地中海にスエズ運河があるようにカリブ海にも運河が必要であるとの議論を展開した。1898年の米西戦争を契機にアメリカ合衆国では太平洋と大西洋をつなぐ運河が中米に必要であるとの考えが浸透した。また、1901年に マハンの教えを受けたセオドアルーズベルトがアメリカ合衆国大統領に就任し、アメリカ合衆国は太平洋と大西洋をつなぐ運河を中米に建設することになった。アメリカ合衆国では中米における運河建設計画としてニカラグアーンとパナマーンが提示され、1902年レセップスが設立した新パナマ運河会社から 運河建設等の権利を買い取るパナマ案が議会で採用された。ただし、新パナマ運河会社がコロンビアから運河建設権を付与された際に運河建設権を外国政府に譲としてはならないとの条項があったため、アメリカ合衆国とコロンビアは、コロンビアが新パナマ運河会社の運河建設権を アメリカ合衆国に売却することを認めること、運河地域の排他的管理権等をアメリカ合衆国に付与すること、また、アメリカ合衆国は一時期に1000万ドル及び、運河地域の年間使用量として25万ドルをコロンビアに支払うこと等を規定した平異欄条約に署名した。戦日戦争が終結すると、アメリカ合衆国のセオドアル・ウズベルト政権は、 コロンビア政府にヘイエラン条約の批准を要求したが、コロンビア上院はこの屈辱的な条約の批准を拒否したため、新パナマ会社のフィリップ・ビュノオバリーヤは、マヌエル・アマドール・ゲレーロラの分離独立派とニューヨークで会談し、これを支援することが決定した。これにより1903年11月3日、アメリカ海軍の後ろ盾のもとに、パナマ共和国は、 コロンビアからの独立を宣言した。アメリカ合衆国は11月13日にパナマ共和国を承認した。11月18日、アメリカ合衆国はパナマ人不在のままにパナマと運河建設に関する条約に署名し、一時期に1000万ドル、及び運河地域の年間使用量として25万ドルをパナマに支払うことと引き換えに運河建設権。 運河地域の永久咀嚼権及び排他的管理権を獲得した。また、アメリカ合衆国は、パナマの独立を保障しパナマ国内に混乱が生じた際には、混乱を解決するために介入する権利も得た。この権利によりアメリカ合衆国は、パナマ運河建設中だけではなく、運河完成後もパナマ内政へ介入した。1904年。 政権議会において採択されたパナマ憲法では、大統領及び副大統領2名、一員制議会、最高裁判所等に関する条項が規定され、アマドールが初代大統領に選出された。1914年、パナマ運河が完成したが、アメリカ合衆国は運河地域だけではなく、パナマ全域で直接的な介入を行った。パナマは、 アメリカ合衆国の影響力の下に置かれ、1925年の海兵隊の上陸などの軍事介入をたびたび経験した。1920年代になっても国内の政情不安は解決されなかった。1931年、アルヌルフォ・アリアスを指導者とする反米ナショナリストグループ共同行動がクーデターにより政権を奪取したが、 アメリカ合衆国は介入しなかった。1932年、アルモディオ・アリアスが大統領に選出された。その後数年間アメリカ合衆国との関係は前進し、1939年にはヘイビュー・ノー・バリリア条約の改定条約である友好協力条約が成立した。同条約では、運河地域の年間使用量が43万ドルに引き上げられ、 アメリカ合衆国がパナマの独立を保障するという条項は削除された。また、アメリカ合衆国はパナマへの内政干渉権を放棄したが、有事の際には運河防衛のため、パナマ領内に軍隊を派遣する権利を獲得した。1940年、アルヌルフォ・アリアスが大統領に就任し、アメリカ合衆国が要求した運河地域外の基地用地の対応を拒否する。 東半米的な政策を展開したが、1941年に国家警備隊により追放され、キューバに亡命した。アリアスに代わって大統領に就任したデラグアルディアは、1942年にアメリカ合衆国に対する基地対応協定を成立させ、パナマは、1942年に連合国側として、第二次世界大戦に参加した。 1942年の基地用地対応協定では、第二次世界大戦終了後1年以内に返却することが規定されていたが、1946年、アメリカ合衆国政府は、対応期間の延長を求めた。当時大統領であったヒメネスは、1947年、アメリカ合衆国との対応期間延長協定に合意したが、パナマ国民の抗議運動が、 活発化したことから、議会は批准せず、パナマが用地を対応した、運が地域外の基地から、米軍は撤退した。大戦中は、パナマが用地を対応した、米軍基地の存在もあり、パナマ経済は好調だったが、戦後は、インフレ、失業、債務等の問題が生じ、人口増加がそれを加速させた。1949年、レモン国家警備隊司令官の支援により、 アルヌルフォアリアスが再び大統領に就任した。しかし、1951年、アリアスが国会を解散し、ストライキが発生すると、レモンはアリアスを追放した。1952年、レモンは大統領に選出され教育及び税制等の改革を実施したが、1955年に暗殺された。 農民と移るオマール・トリホス将軍1955年、アメリカ合衆国がパナマに支払う、運河地域の年間使用量は43万ドルから193万ドルに引き上げられたが、1956年にエジプトがスエズ運河を国有化したことからパナマでも運河の国有化要求が高まった。1964年1月には、運河地域にある高校に、 パナマ国旗を掲げようとした学生等二十数名が死亡する事件が発生し、当時大統領であったチアリはアメリカ合衆国との外交関係を断絶した。3ヶ月後、外交関係再開とともに新しい運河条約の交渉を開始することが決定された。10月に大統領に就任したロブレスは新しい運河条約の交渉を開始し、 1967年、アメリカ合衆国とパナマは、新しい運河条約草案を発表した。1968年、アルヌルフォ・アリアスが、大統領に選出されたが、オマル・トリホス中佐党のクーデターにより失脚し、アメリカ合衆国に亡命した。暫定失勢評議会により政党は解散させられ、国家警備隊最高司令官となったトリホスが、 政治の実権を握った。1972年、審議会が制定した、新憲法により、大統領制は維持されたが、トリホスは、政府主席として、大統領と同様の権限を得て、農地改革、農村開発、道路整備等を実施し地方の開発を推進し、左派、ポプリスモ的な政策を実施した。この過程で、労働運動関係者や、 学生運動家が登用され、パナマ労働者全国センターや、全国共同農場連盟が設立され、労働法も制定された。1964年の事件をきっかけとして、アメリカ合衆国政府内でも、運河をパナマに返還すべきであるとの議論が高まった。1970年、トリホスは1967年の運河条約総案を破棄し、 改めて新しい運河条約の交渉を開始した。1973年には、パナマにおいて、国際連合安全保障理事会が開催され、パナマ運河に対するパナマの主権を認め、ヘイビューノーバリリア条約を破棄し、パナマの主権を尊重した新条約を成立させることを勧告する決議案が提案された。この決議案は、アメリカ合衆国の拒否権発動により、 採択されなかったが、理事十五カ国のうちアメリカ合衆国及び、英国を除く十三カ国の支持を得た。また、1974年には、ヘイビューノー・バリリア条約及びその改定条約を破棄すること、運河地域の太陽期限付きのものとすること、新条約に規定された、太陽期間満了と同時に、運河地域におけるアメリカ合衆国の管理権は、執行し、 パナマに運河が返還されること等を内容とする新しい運河条約の原則が発表され条約交渉は前進した。1977年に新しい運河条約及び運河中立条約がトリホスとカーターアメリカ合衆国大統領により署名された。新運河条約は1999年12月31日までアメリカ合衆国が 運河の運営、維持、防衛を行うことを規定し、アメリカ合衆国は返還まで通行料収入の一部をパナマに支払うことになった。運河中立条約は、すべての国家に運河通行権があるとしながらも、パナマ及びアメリカ合衆国が運河中立維持のため運河の防衛に当たると規定している。1979年に2つの条約は発行した。 1978年、オイルショックの影響による経済の不安定化と、運河交渉の終結のために、トリホスは、政党活動を公認し、クーデター後アメリカ合衆国へ亡命していた、アルヌルフォ・アリアスの帰国を認め、10月には、政府主席を辞任した。しかし、トリホスは、国家警備隊最高司令官として、政治的実権を維持し、 1979年には、メキシコの制度的革命党をモデルとして、民主革命党を組織し、労働者、農民及び学生等を体制に編入することで、支持基盤を強化したが、1981年7月に、飛行機事故により死亡した。トリホスの事故死及び、メキシコの通貨危機により、パナマの政治、経済は、不安定化した。トリホスが、 政府主席を辞任した1978年10月に大統領に就任したロイオは1982年7月に病のため辞任しエスプリエリアが大統領となったがそのエスプリエリアも1984年2月に辞任しイルエカが大統領に就任したまたトリホスの死後も国家警備隊が政治的実権を維持していたが 1983年にマヌエル・ノリエガが最高司令官に就任し国家警備隊を国家防衛軍に改編した頃より軍事政権に対する批判が強まった。1984年5月にはクーデター後初めて大統領選挙が実施されアルヌルフォ・アリアスを下したバルレッタが大統領に就任した。しかしバルレッタは スパダフォラ元保健時間殺害事件等で軍部と対立し、1985年9月に大統領を辞任したため、副大統領だったデルバジェが大統領に就任した。1987年6月、国家防衛軍参謀総長を務めたエレーラが、1984年の大統領選挙における不正工作、スパダフォラ元保健時間殺害。 麻薬密売等に関与したとして、ノリエガを告発した。この告発を契機として、ノリエガ大臣、民主化運動が発生し、野党政治家、市民団体及び、経済団体からなる市民十字軍が組織された。が、政府は、非常事態を宣言し、反政府系、マスメディアを閉鎖するなど、ノリエガ大臣、民主化運動を抑圧した。1988年2月、 アメリカ合衆国フロリダ大陪審は、麻薬密売容疑により、ノリエガを起訴した。アメリカ合衆国政府、マスコミも一斉に、ノリエガ大臣、キャンペーンを行った。3月になり、アメリカ合衆国は、ノリエガの大臣とパナマの民主化を求め経済制裁、等を実施し、パナマに対して、圧力を加えた。ノリエガに対するクーデター未遂事件が発生するなど、 正常不安が続いた。デルバジェ大統領は、ノリエが司令官の解任を決定したが、逆に大統領が国会によって解任され、マヌエルソリス・パルマが大統領代行大臣に就任した。1989年5月に実施された大統領選挙では、エンダラを要する民主化勢力が勝利したが、政府はこれを認めず、 選挙裁判所により選挙は無効とされ、国内は混乱した。このような事態は、ソリス・パルマの任期が終わる8月末になっても、解決されず、1989年9月に、フランシスコ・ロドリゲスが、暫定大統領に就任したが、アメリカ合衆国をはじめ多くの国はこれを承認せず、パナマは、国際的に孤立した。パナマ進行時のアメリカ軍パナマの民主化と、 ノリエガ大臣を求めるアメリカ合衆国との関係は悪化したが、アメリカ合衆国は1989年10月に発生したヒロルディ小皿軍の一部によるクーデターを支援せず、クーデターは鎮圧され失敗に終わった。しかし、12月20日になりアメリカ合衆国は正当な理由作戦により、米軍2万4000人をパナマに侵攻させ、 エンダラが大統領に就任した。3日間の戦闘で数百、数千人のパナマ人が死亡した。1990年1月、ノリエガは米軍に投降しその後アメリカ合衆国に身柄を移送され、1992年4月にマイアミで麻薬密売容疑等により禁錮40年の判決を受けた。また、国家防衛軍は解体され、 非軍事的性格の国家保安隊に再編された。米軍侵攻後に成立したエンダラ政権では、民主主義体制の定着と、国際社会への復帰、軍事政権末期に悪化した経済の回復及び、軍事政権末期に悪化した経済の回復国際社会への復帰が課題となった。百九十一年十二月、パナマは、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、 ニカラグア、コスタリカとともに、中米統合機構設立に関する、テグシガルパギテーショに署名し、中米統合プロセスに参加することになった。また、1994年には、リオグループに再加盟し、さらに、ラテンアメリカ12カ国及びカリブ、共同体加盟国とともに、カリブ諸国連合を結成した。軍事政権末期に、パナマ経済は悪化したが、 エンダラ政権では国際的支援による1992年の国際金融機関との債務延滞の解消、好調な建設部門等により比較的高い経済成長を達成した。しかし失業、貧困問題の悪化から国民の不満は高まった。1994年5月に実施された大統領選挙では与党アルヌルフィスタ等から アリアス大統領の夫人だったモスコソをはじめ、バヤダレス、ブレイズ、カルレス、バヤリーノ、ルイス、ムニョスの7名が立候補したが、野党 PRD のバヤダレスが相当票数の33.3%を獲得して勝利し、同年9月に大統領に就任した。同時に行われた国会議員選挙でも PRD は同盟党の議席と合わせ国会における。 過半数の議席を獲得した。10月、国会は憲法改正法案を可決し、軍隊廃止及びパナマ運河庁に関する規定等を盛り込んだ憲法改正が成立した。1997年9月、新運河条約に規定された1999年12月までの米軍撤退のプロセスであるアメリカ合衆国南方軍司令部の閉鎖式が行われた。 バヤダレス政権は、1997年9月に、世界貿易機関へ加盟する、とパネマの世界経済への統合を推進するとともに、国営電話通信会社及び、国営電機会社等の国営企業を民営化し、その売却益を、開発信託基金として運用し、さらに自由競争及び消費者問題委員会及び、公共サービス監視機構等を設置し、 国内企業の生産性及び競争力向上に努めた。1998年8月、バヤダレスは国民投票を実施したが、改正案は否決された。マルティン・トリホス前大統領与党 PRD では、バヤダレスが再選を目指し国民投票を実施したことから候補者選出が難航したが、当時35歳だったマルティン・トリホスが候補者に選出された。 一方、野党、アルヌルフィスタ党でも候補者選出は難航し、党内予備選挙で、モスコソに敗れたバヤリーノが、アルヌルフィスタ党を離党し、キリスト教民主党から、大統領に立候補した。1999年5月に実施された、大統領選挙では、野党、アルヌルフィスタ党の未定やモスコソが相当票数の43.0%を、獲得して勝利し、 同年9月にパナマ市場初の女性大統領となった。一方、同時に実施された国会議員選挙では PRD が前線し、71議席中34議席を獲得した。1999年12月14日、新運河条約に基づき、ミラフローレス校門に設けられた特設会場において運河返還式典が実施され、 各国代表の出席のもと、モスコソは、カーター元アメリカ合衆国大統領と、運河返還に関する文書を交換した。また、12月31日正午に、パナマ運河及び、運河流域が、アメリカ合衆国からパナマに返還された。運河返還後の対米関係の構築及び、中米諸国との連帯が、モスコソ政権の外交課題であったが、 アメリカ合衆国とは、運河変換に前後して、経済と環境、貿易と農業、司法改革、安全保障をテーマに協議が行われた。2003年6月に訪米したモスコソは、ブッシュアメリカ合衆国大統領との会談で2国間、自由貿易協定交渉開始に合意し、2004年4月から交渉が開始された。 さらに、2000年7月から12月及び2003年1月から6月まで、中米統合機構議長国を務め、第19回サンホセフォーラム、日、中米フォーラム等を主催した。また、中米との自由貿易協定を推進しており、エルサルバドルとの FTA は2003年4月に発効し、コロンビア及び、トミニカ共和国とは貿易リストの拡大に合意した。 2003年11月3日、パナマは共和国100周年を迎え、世界各国から代表を招き祝賀行事が行われた。モスコ諸政権は、貧困緩和、人権擁護、社会正義の実現、環境保護を基本政策として、50億ドル以上を投資し、社会政策を実施したが、有能な経済政策立案スタッフの不足、2001年9月11日に、 アメリカ合衆国で起きた同時多発テロを契機とする世界経済の停滞、ブラジルアルゼンチンの経済危機等により経済成長は鈍化し失業率が上昇した。2002年以降開発信託基金法及び療養町域庁設置法の一部改定及び税制改革等を行い、またアメリカ合衆国経済の回復、政府による投資効果、公安、 通信、観光部門の成長により、パナマの経済状況は改善したが、モスコソ政権に対する国民の支持は回復しなかった。2004年5月に実施された、総選挙では、アレマン元外相を要する与党、アルヌルフィスタ党は、モスコソ政権に対する国民の支持が低いこと、エンダラ元大統領が所属していた、アルヌルフィスタ党からではなく、連帯党からあり一候補し、 アルヌルフィスタ等の支持基盤が分裂したことなどにより惨敗し、マルティン・トリホスを要した野党 PRD が圧倒的勝利を収め、失業、汚職、貧困への対策を掲げた同候補が大統領に当選した。しかし、2005年6月に制定された社会保険庁改革法により年金受給年齢の引き上げが決定されると、労働者や学生が猛反発し、 各地で大規模なデモが起きた。福祉重視か、福祉経視かの二択で揺れ動く鳥保政権の基盤は揺らいでいる。2009年5月の総選挙においては、民主変革党から立候補したマルティネリが、変革を訴えて、国民の幅広い支持を獲得し、60%もの高い得票率で大統領に当選した。年金改革や教育カリキュラム改革。 都市交通問題への対処等の選挙公約を実行しつつある。ありがとうございます。